どうもこブるです。今回は中盤から入手しておきたい武器として、リーベンの入手方法と武器解説についてやっていこうと思います。こちらのロムのダンジョンにいる不死の王は、ストーリーモードでのみ出現します。アドベンチャーモードでは出現しません。こちらのリーベンを入手するにあたっては、イクシスを倒す必要があります。こちらのイクシスどこにいるかっていうと、 コーサスのワールドボスとなります。このワールドボスを倒すとガーディアンハートを入手することができます。こちらのガーディアンハートを入手したら、不死の王に渡すとリベンを入手することができます。近接武器リベンについて話していきます。ステータスはマックスの状態で話していきます。ダメージが111、タイプがカマ、クリティカルヒット率が15%で、 こちらのスキルに関して言うと、与えたダメージを使用者に体力として還元します。リベンのアップデート変更点について話していきます。ライフスティール値が減少。バランスを調整し、近接攻撃力を上げた形となります。実際こちらの近接武器リベンを使ったところ、敵からライフスティールができるため回復いらずとなります。モッドについては、 ダメージアップやダメージ軽減を入れることができれば戦いやすいと思います。今回は中盤まで入手しておきたい近接武器リベンの入手方法と武器解説についてやっていきました。こちらの近接武器はいいところについて話すと、まあ殴れば体力回復ができるのでやりやすいかと思います。あとクリティカルヒット率が 若干高めなところが魅力的だと思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。